おはようございます。朝食を終えてね、戻ってきたところですね。晴れてた天候がちょっと曇って怪しくなってきました。これからね、次の目的地ザルツブルグに移動になります。ふでびだ、どうもおっさんでございます。おっさんはですね、今アウフクスブルグのホテル、シティホテルオストアム K にいます。これからね、駅に向かって電車に乗ってザルツブルグ、次の目的地ですね、向かいたいなと思います。よろしくお願いします。いや、楽しみですね。オーストリアはね、電車では行ったことないですね。飛行機でね、一回トランジットで行ったぐらいで、それ以外は、例えば、あれですかね、ザルツブルグとか他の地域は行ったことないんですよね。だからちょっと楽しみでございます。それとね、オーストリアという土地はですね、一人頭の年間のビール消費量が世界2位らしいです。初めて知りました。ドイツとかさ、ベルギーとかあるじゃないですか。それでもオーストリアが2位らしいですよ。1位はチェコらしいですね。それでは、レッツゴー。はい、アウクスブルグの駅までやってきました。あとね、時間がね、40分ぐらいあるね。今11時なんでね、11時40分の電車でございます。じゃあゆっくりしましょう。はい、電車ですがこちらですね、4番ホームに来ました。 EC113 11時45分発の電車で、おっさんの乗る座席はですね、262ってとこなんですよ。だからちょうど A のあたりぐらいかな。262の35が今回おっさんが座る座席でございます。まああとね、まだまだ時間あるんでゆっくりしていきましょう。はい、無事乗り込みました。こちらですね、ザルツブルグでございます。2時間18分正確にはそれぐらいかな。ちょっとね、遅延してるみたいです。外の天候は晴れ、ザルツブルグ側は曇りっぽいですね。じゃあ2時間ゆっくり乗っていきましょう。はい、こっからミュンヘンにまず向かいます。それでミュンヘン過ぎたらローゼンハイムという駅かな。でそっからオーストリアに入ってザルツブルグかな。この電車はザルツブルグを越えてクラーゲンブルクだったかな、そこあたりまで行くらしいです。遠いですよね。おさまザルツブルグで下車でございます。それとね、あの予約の紙がですね、これわかりますか。これね、あのプリントアウトして貼り付けてるやつですね。ICE のやつはさ、デジタルで自動的に出るようになってますけど、ここはあれなんですね。予約席前もって分かってれば、なんか紙プリントアウトして手差ししてるんでしょうね。なかなか面白いですね。で、おっさんの隣ね、誰か座る予定になってたみたいなんですけども、誰もいなくなってますね。フランクフルトからね、ミュンヘンまで乗ってるはずなんですけど、隣は誰も乗ってないです。誰か予約だけして、そのまんまなんでしょうね。じゃあ、ゆっくりしていきましょう。はい、まもなくミュンヘンの中央駅ですね。いや、久しぶりですね。去年のオクトーバーフェス行った時以来ですかね。今年もオクトーバーフェス行くんで、ミュンヘンはまたお世話になると思いますけど、今回はね、通過だけです。はい、ミュンヘン中央駅到着です。そういえば俺 IC とかこの EC でミュンヘンの駅には来たことないかもしれませんね。だいたいバスで来たり飛行機で来たりしてるんで、あんまり記憶ないな、ここ。はい、到着。あ、結構乗る人いるみたいですね。結構待ってます。はい、ザルツブルグの中央駅到着しました。こんな感じです。乗ってきた電車これですね。いや、2時間だからあっという間でしたね。こんな感じです。そしたら駅出てホテルに向かいましょう。駅がこんな感じですね。若いホームの方へちょっと歩いてってみましょうか。出口がこっちだと思うんですよ。で、出てですね、ちょっと行ったところにホテルがあります。おっさんね、スーパーマーケット行きたいんですよね。まあスーパーマーケット後で、ホテルチェックインした後にスーパーチェック行きましょうか。ビールチェック。あ、もう出口ですね。じゃあ一回出てホテル向かいましょうか。あ、スーパーあった。ここに後来たいんですよね。後でここに後で来て水を買わないとね。じゃあ出ます。はい、到着しました。こちら側で合ってると思うんだけどな。いや、天気いいね。夕方からね、雨降るって書いてました。噴水がそこにありますね。いや、なかなか素晴らしい。あ、向こうにもあれですね、スーパーマーケットありますね。あ、 H プラスホテルだ。ここ泊まろうと思ったんですけどね、ちょっとホテル代高かったからやめたんですよ。で、駅がこんな感じです。真っ白、めちゃくちゃ綺麗ですね。いいですね。こんな感じです。
ホテルはね、向こう側になります。じゃあ歩いていきましょう。はい、本日、ザルツブルグ2泊の予定はこちらのホテルでございます。ホテル、ホーヘンシュタッフェンっていうのかな？こちらでございます。駅からね、だいたい4分ぐらいです。じゃあ、チェックインしていきましょう。こちら朝食会場ですね。朝食は断ってます。で、すごいのがさ、今回、入り口そこなんですよ。入り口そこで、おっさんの部屋がね、ここなんですよね。102でございます。じゃあ入ってきましょう。はい、お部屋入ってきました。これあれですよね。階段登らなくていいの助かるわ。ちょっと騒がしいかもしれませんけどね。入ってすぐ左側に洗面かな？あ、入ってみましょう。あ、バスタブがある。バスタブあるけどなぁ、浸かるかな、ちょっと悩みますね。で、バスタブはこんな感じです。なかなかおしゃれ。洗面台はレトロチックでありながら綺麗です。あれ？あ、石鹸がある！石鹸は嬉しいですね。あとティッシュ、トイレットペーパー。こちらにドライヤーコップですね。トイレ周りはこんな感じです。バスタオルがかかってます。はい、部屋見ていきましょう。シングルベッドが2台ですね。部屋はこんな感じです。コンセントはベッドの横にあるので丸。暖房かかってんのかな？ちょっとさーって音が聞こえるな。なんでしょうね。暖房じゃないのかな？普通になんか外で工事車が走ってるとかかもしれませんね。これよくあるヨーロッパの暖房。これインフォメーション。テレビのリモコン、コンセント、テーブルにテレビ。絵が2つ。でね、こっちに扉あるでしょ。これ、横の101とくっつけれるみたいです。で、おっさんカバン置いてます。こちらもおっさんのカバンですね。これはラジオかな？なかなか素晴らしいですね。これは何だろう？電話番号ですね。レセプションは9番ですよって書いてます。フリーライン0って書いてるな。電話がなんか昔の卓上電話って感じがしますね。お部屋はこんな感じかな。OK です。あとね、起こさないでカードがないんだよな。ちょっとドントディスターブカード、あれちょっと受付にあるか聞いていこうかな。はい、どうもおっさんでございます。いかがだったでしょうか。ホテルホヘンシュタッフェンっていうのかな。駅からね、歩いて4分ぐらいです。バス停の裏側になるのかな、ちょっと離れてるかな。まあでも 4,5 分で来れるんでそんな遠くないですね。今は晴れてるんですけど、夕方から雨降るんで、雨降る時にはもってこいなホテルですね。駅の横に H プラスホテルあったんで、あっちでもよかったんですけど、ちょっとあっち値段高かったんでこっちにしました。お値段がね、朝食抜きで1泊2日でね、196ユーロ。それとね、これ、ザルツブルグカードって言います。何かというと、この辺の公共交通機関って言ったんですかね、バス、トラム、電車、それが乗り放題になるチケットプラス、ですね、例えば、モーツァルトの家があるんですよ。モーツァルトの家とか、あと、お城とか、法園、なんだっけ、忘れちゃったな。名前、また明日、観光の動画の時にあげますけど、お城って山の上にあるんですよ。それに行くケーブルカーとか、お城の見学とか、そういうのが全部入ったカードですね。あとは、もうちょっと時間あればね、なんか遠いとこに宮殿とか、あと山岳鉄道とかもあるんですよ。それも乗ることができるカードですね。なかなかお得です。これ31ユーロです。24時間ですね。このカードの使い方なんですけども、裏に、ちょっとこの辺に上げておきますね。裏に、名前と日付と、使い始める時間ですね。それを記入して、24時間使える。だから、一応おっさんね、3時から使うようにしたんで、今日の3時から明日の3時まで。明日夕方はもうバス乗らない予定なんでね、これで OK です。この裏にバーコードと QR コードあって、確かね、どっか観光名所行くときにはバーコードをスキャンして中に入って見学できるみたいですよ。そうしましたら、この動画の後にですね、ビールチェックの動画くっつけて朝食の動画ありませんのでご了承くださいませ。それでは、ご視聴ありがとうございました。はい、というわけで、ユーロスパルですね、スーパーマーケット。オーストリアのスーパーでなんかあるかなと思って調べたら、ここが出てくるんですよね。シュパールかな。ドイツだとさ、レーベとかエデカとかあるじゃないですか。オランダだとアーハーとかジャンボとかあるんですけど、あー、売ってるもん一緒だな。オランダにもね、シュパールあるんですよね。あ
どうしようかな、これ買おうか。これコーヒーです、いつものコーヒーです。このパックのねスターバックスは美味しくないんでいつも買わないんですよね。これでも見たことないな、どうしようかな。ちょっと買ったことないやつ買ってみるか。こちらにしました、カプチーノ。じゃあソーセージチェックも一応やっとくか。ドイツの隣ですしね。あーめちゃくちゃすげー、肉のゾーン半端ないわ。ソーセージあるかな。あ、シュニッツェルがあるね、さすがオーストリア。ハムがたくさんあって、あーソーセージある、ソーセージある。あーまあそうだね、オランダないんですよ、こういうのないんですよ。チーズですね。はい、ビールゾーンですね。これ飲んでみたいよね、これ飲んだことないですよね。でスティーゲルですよね、ゲッサーもありますよ。あ、さすがオーストリア、見たことないビールばっかりだ、すげえな、名前知らねえわこのゲッサーってやつだと、このスティーゲルっていうのは有名だっていうのは知ってるんですけども、あーすげえな、冷蔵庫ないんだよねホテル。D バイセ、これね、 D バイセって書いてるとこあるじゃないですか、レストランであるんですよ D バイセっていうのが。それね、明後日か明日か、明日の夜行ければなぁとちょっと画策をしております。この辺は缶のゲッサーですね。ジッファーっていうのもあるんだな、メルツェン気になるなぁ。はい、缶ビールの裏側には瓶ビールがあります。いろいろあるね、ほんとあれだね、全然見たことないやつもあるかなと思ったけど、レフとかさ、ハイネケンとかさ、なんかおなじみもいますね、おなじみさんもいます。やっぱこの辺はあれなんですよね、このゲッサーってやつ有名なんでしょうね。